お前が寝るまで皆さんこんばんは上坂すみれの「お前が寝るまで」パーソナリティーの上坂すみれですお前ら楽しみに起きてたかというとこで9月7日の土曜日「お前が寝るまで」が始まりましたぞーということで、えー、ベストツアーの初日まであと3週間でございますそろそろリハーサルやってるんじゃないかしらね今回はあれかなあるのかなあのメイキング たまにね、こう、バンドリハー中のメイキングみたいなのあるんですけれども最近ね買ってる T シャツはねあ最近墓場の画廊がね今すごい暑いのであの、スペースコブラのさコブラのさクリスタルボーイっているじゃないですかそう、クリスタルボーイの T シャツを着てね寝てる、はい、でもクリスタルボーイはねバックプリントなんですよだからこうやって見ないとね クリスタルボーイに会えないのがちょっとね首の体操って感じでは今日も行きましょう忍者えー、あそういえばなんかなぜか台本に杉田さんの画像が貼ってあることで思い出したそう「デトロイト・ビカミ・ヒューマン」をね杉田さんのねあのこう生放送の方でやらせていただいたんですけど「触りを」をあのあのと気になってさプレイした話ってしてないですよねししてないしてなないい。そう で、買ってね、あのその次の日からね、プレイし始めたんですよ。そしたら終わっちゃったの寂しいあっという間にやり終わっちゃった。もう3日、3日ぐらいでね、1周終わっちゃって、しかも、あの1周やったら、えー、もう1周やんなきゃダメじゃんってなるのが、すごいよくわかりました。最初にね、こう操作した、 あのコナー君あの高層ビルであのこう養生をさ抱っこしてあの暴れてたアンドロイドをねこう始末しようとしてたこう主人公のコナー君とか他にもねいろんなこうアンドロイドさんがね活躍したり、まあ、人間さんもね活躍したりするんですけど本当にね選択肢によって全然ね人生が変わることがよくわかりました。 突然のこうね QTE っていうんですかあのガシャって押さないとこう「危ないよけろ!」みたいなやつとか <laughs> あの私はこの反射神経があのすごい鈍いのでなんかコナーくんがミッションであの「危ないけど高速道路を渡って目標をこう捕まえてきます!」 僕が行きます大丈夫です!」って言って高速道路に「はっ!」って入って私がボタンを押し間違えて「らっ!」ってコナー君は車の下敷きになってしまいましたかわいそう私のボタンのさ操作が悪かったせいでさコナー君はかっこよく高速道路に飛び出してそのまま帰らぬ人になってしまいました QTE って大事だねもうたまったもんじゃないよねこのゲームのキャラにしたらさだから コナー君にはねだからちょっとね2周目をこうまとまった時間をね作ってガッてやりたいなって思いますはい面白かったなはい、えー、じゃあね忍者に行きますね、えー、相模原にお住まいのナーカオンさんありがとうございます。 ロシデレ第7話視聴しました本編も面白かったんですが一番驚いたのはエンディング曲がラブストーリーは突然にだったことです個人的に思い入れがあるのでスミペが歌ってくれてとても嬉しく思いました普段は聞くせなのですがこの曲を毛深く歌ってくれたスミペに感謝の声を届けたく初投稿いたしましたありがとうございますいや オマネルのの民ならこの曲刺さっててくれると信じてたで、ね、そうあの多分『ロシデレ』のこの原作を読んでいる方って結構ねこう10代の方が多いっていお話をしたと思うんですけどだから全然世代じゃない曲がガンガンねエンディング流れてくるんですけど私もこの一覧をいただいてラブストーリーは突然には良すぎるってていうかカバーしていいんだ嬉しいって。 いやでもなんか不思議とやっぱなんか「ロシデレ」のなんか世界観と相性が良くてですねあのちょっとこうあの胸がギュッとするようなこう7話はエンディングの弾きだったのでしかもお気づきの方いると思うんですけど7話のラストカットにちょっとあのチクチャンがカットインしてんの「ゲットワイルド味そうチクチャン」テーンで「テーン」からあのエンディングの「 こう映像に入りますんでうわーなんか90年代って感じってこの演出した人ど同世代かそれ以上なのかっていうぐらいねぐっとこうあのエ,モいエモい入りでした <laughs> でもなんか「わっなるほどね」って思ったのが感想をね「あのハッシュタグで追いかけててこの曲イントロめちゃめちゃ長い」って書いてあって。 確かにそういうこともあるのかってなんかさあのイントロが長い曲にもう慣れっこだからさあの全然気にならないんだけどきっと初めてトレンディーな曲を聴く人ってイントロ長くないって思ったりするんだなっていうのがめちゃめちゃ学びだった確かに。えっチクチュン。じゃ

長い、長い、確かにこれはびっくりするかもしかもテレビサイズですよ、テレビサイズでこのイントロやる勇気、勇気だよね、これ、すごいよ、えゲットワイルドより長い説ありますえ？え待って。チャンチャんチャンチャんチャンチャんチャンチンン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 ン

心配になるぐらい長い長確かにアニソンってさ頭サビが多いいじゃないですかだからなおさらだよねこれは勇気を称えようこれを採用した角川の誰かさんありがとうございますうわー気になんなかったなえ他にもみんなさあのイントロ実は長い主題歌とかあったら教えてね私が知らないだけかも。 へえ面白、えー。ペンネームブローチカさんから頂きました。初めて投稿します。ありがとうございます。アイラさん、毎週楽しく視聴しています。このアニメを見始めたきっかけは、ロシア人のお友達が教えてくれたからです。ロシア人のお友達がいるの。素晴らしいね。素敵。 アーリアさんのツンデレに毎週ニタニタしているのですが一方で紹介してくれたロシア人のソーニャさんに恋をしてしまいましたロシア語が堪能なスミペにこれを言われたらイチコロというロシア語のフレーズをご教示いただきたいですえーイチコロのロシア語そうねええー、私はさやっぱ初めて初めてズトロラストビチアを勉強した時に これはこれは骨太な言語って思いましたやっぱり「こんにちは」が「ズトラーストビッチェ」のこれに勝るさ「こんにちは」あんのかな?「ズトラーストビッチェ」ラストビチェより長い「こんにちは」の言語今んとこ出会ってないから響きにしびれるというかねそうなんか「リス」 リスプーブリックとかさ、さかっこいいじゃないですか。そう、で、なんだっけな、なんか、モスクワでね、こう、本屋さんに行った時に、あの、モスクワのね、大きい本屋さんで、ドームクニーギっていう、まあ、本の家みたいな意味なのかな。あの、クニーギ、クニーガが本で、あの、ドーマーが家なんですけども、はい、ドームクニーギって、なんか。 あの、どこまで行くのって聞かれてドームクニーギーって言った時の気持ちよさねドームクニーギーそうだねめちゃくちゃかっこいいロシア語でドームクニーギって <laughs> いうかっこいいかっこいいドームクニーギーかっこよくないここは本屋です <laughs> <laughs> ドームクニーギーあーあー あ,あスパシーバースパシーバースパシーバーになる気がする <laughs> そうロシア語のねあのなんかさ世界のさラジオが聞けるさアプリあるじゃないですかそうそれでねあの一時期大学の時かなロシア語の勉強しようって思ったんだけどあのもし興味があったらねぜひそのなんかロシアラジオとかも聞いていただきたいですね。 え続いて埼玉県のとしきさんありがとうございますすみれさんこんにちは初めてお便りしましたありがとうございます、えー、先日 X にて自動販売機で当たりが出たとポストしていましたが自分も先ほど自販機でまさかの当たりを引きました人生初だったのでもう一本あげると言われても何を買えばいいんだその前に記念写真撮んなきゃと思いスマホを取り出しカメラを起動した瞬間当たりの特殊演出が消えてしまったのです 購入ボタンは押しても反応なし。ネットで調べてみると、当たりタイムはわずか30秒しかないらしく、その間に購入しなさいとのこと、マジえ、30秒で状況を冷静に、えー、判別して欲しいものを選択するというのは素人にはなかなか難しいのであと思ってしまいました。冷静に当たりに反応できた上坂さんは素晴らしい、素敵です。ええー、知らなかった私はさ、なんか、あのね、押してさ、ガコン来るじゃん。で、 あのなんかよ4桁の数字がペペペペペ,ペ,ペ,ペってでピーってやったのえ自販機自販機って <laughs> 自販機嘘よみたいな音がしたの <laughs> ピーって <laughs> 脈脈測ろうかと思ったもんねそうで「いやおこうしたか?」って思ったらなんかビカビカビカって光っててあの。 あ、あ、当たったんだこれっていうのででも判断できなくてついついさっき麦茶買ったのに同じ麦茶をしちゃって麦茶2本持ってしかもすごいちっちゃいカバンで歩いてたからこうやって <laughs> こういう人に <laughs> なってスタジオまで行ったんですよね <laughs>。そう麦茶日本人が通りますよっていう感じでいやだから私も冷静によし他の選ぼうってできなかったんです。 だからやっぱパチプロってすごいいんじゃないあの、冷静にさ当たりをさ判別するじゃないですか彼らはあこのこの演出は当たったこのリーチはダメとかやっぱあれはあのさ何回も当たりを見てないとやっぱああいうさ判別はできないんだなってそれか,なんか <laughs> あの。 自販機に実はガシャンってガンダムが出てくるみたいなさギミックを用意してもらってなんか虹色に光ったりしていただいたら当たりだっていうのがさ視覚的に「押せ!」みたいな「押せ!」って書いてあったら押せるんだけどねそうだからさなんか当たり演出が確かに分かりにくいのはまあ,あるかもしれないけど本当に当たることあるんだよね迷ったらだから同じのを買おうということで。 え本日はここまで以上忍者のコーナーナでした。ではここで曲へ行きましょう上坂すみれで「スーパーリョフリョフパラダイス」。 取ればテイム砲を三国一の豪傑君を引けば150歩先放天が激を言いてる駆けろ相場の席と戦備を駆けろ向かうところ敵なし鬼神の孤独だけど乗るぜ快察に誘いに乗るぜ いいただいたただのは上坂すみれででススーパーフフパパリリオフラダイスでしたベストアルバムのディスク2に収録されていますここでお知らせベストアルバムすみれカタログと大祝画本上坂すみれアーティスト活動10周年記念書籍が発売中およそ2年ぶりのライブツアー「すみれ上坂ベストツアー2024すみぺ」の代理論が9月28日より大阪愛知東京で開催現在一般販売受付中 国版上坂すみれの「ハートをつければかわいかろうが」が Spotify のポッドキャストにて配信中このあと24時からシャープ3がシャープんが公開されますぜひ見てください最新情報は公式ホームページや SNS をチェックしてくださいここでスみぺ大予言の発表です日曜日から1週間運がいいなおまずイントロが長いと不安になる私はならないけどもね本当だよ7つの海をもらった時も全然不安じゃありませんでしたよ <laughs> この曲 なんんだろうって思いませんでしたよ <laughs> でもねおじさん調べですとあの「ゲットワイルドが」がイントロが29秒に対し「ラブトツ」が38秒ですかということで圧倒的にラブトツの勝利でしたいやでもあれはラブトツはオープニングで使ってましたよねドラマでは。だからまた話が違うのかな どうなんなですかねもうわからなないでもなんか今後こんなにイントロが長い曲って逆に一周するのかな今多分頭サビの天下が来てると思うんですけれどもわからないこういうのは多分ヒャダインさんとかが詳しいんだろうけど私には何も分かりませんはい、まあ、ただ頭にサビがあるとなんか安心するのはちょっとある。 はいさて後半はこのコーナーですフェチーフェチー同士のささやかなフェチ意外なフェチを紹介するコーナーです私がフェチーと思った方は番組ステッカーをプレゼントします早速紹介しましょう、えー、宮城県の千畑さんのフェチーです 私のフェチーは昭和特撮です現代の CG や VFX などを使った迫力ある映像も素晴らしいのですが今ではあまり見なくなったミニチュアを用いた表現や火薬を使った爆破シーンなどの表現は今見ても心惹かれます最近特撮ブームが来ている上坂さんはお気に入りの特撮表現はありますかええー、分かるー分かるうん分かるこのね昭和特撮のほ、ま、本当にさ 超にわかだけどもジャイアントロボを見てたわけですよ。で、ジャイアントロボはさ、あの、本当に、あの、ゆっくりゆっくり動くんですね。そう。で、煙がプシューみたいな感じで、なんかこう、爆発とかも、なんか、パンパンみたいな感じでさ、縁起がいいよね。<laughs> なんか、すごいめでたい気分になる。わー、爆発した、すごいすごいって。そう。まださ、ちょっと、 ライダーとかね、仮面ライダーブラックのつまみ食いしかしてないんだけども怪人とかもめちゃくちゃ怖いよね怖いし、あの、割とさ、得体の知れない悪みたいな感じであのジャイアントロボのさ、敵がめちゃめちゃ怖いのなんかさ、あのイカ、イカに使えてるんだよねジャイアントロボのなんか敵の組織が、ボスがさ、イカでさ、青い そのの造形がめちゃめちちゃゃ怖いの CG じゃないからこのスライムの表現とかもさめちゃめちゃ物理的にドロドロロじゃないですかでなんかヒロインがドロドロにされたりさいやーいいですねこれは非常に <laughs> フェジーですね謎のゲルをかけられた美人のヒロイン無駄にミニスカのヒロイン走るくせにハイヒールのヒロイン。<laughs> 結局特撮のヒロインが可愛いっていうねはい私は特撮ヒロイン結構フェチーですねはいフェチーナイスフェチーでございますえー、京都府の月のギ麦遺産のフェチー私はアイスクリームストッカーの匂いフェチーですそれもコンビニやスーパーの冷凍ストッカーではなく昔ながらの個人商店にあるようなガラス戸を上にガシャッと押し上げるタイプの やつですへえあこれね鎌倉にあるやつだそのストッカーの内部からは冷気を伴って脳の芯が心地よく凍えていくような甘く懐かしい匂いがするのですそれを鼻孔と肺にかき集めながら霜をかぶったアイスを取り出す行為に激しく燃えます令和の今では現役稼働しているものも希少のアイスクリームストッカーすみぺも見かけたら一度匂ってみてはいかがでしょうか え、どこでで稼働してるんですかこれちっちゃい頃さあのおばあちゃんちの近くにね絵に描いたような駄菓子屋がありましてそこにはこのねあの独特のあのなんだろう冷凍庫ですかみたいな香りのするアイスクリームストッカーはありましたけどでも その時、アイスクリームストッカーを満足に動かせる背丈でもなかったからあとさ幼女がさアイスクリームストッカー開けて <laughs> ってやんないもんね結構そんなンギマリ幼女は嫌だものえー、で私はねその駄菓子で言うとあの10円も入れて1個出てくるガムのガシャポンガムがそのまま裸で出てくる あのガムマシーンがめっちゃ好きだったの。あれはさ結構さおしゃれなバーなんかになぜかあったりするんだよね。そうでもさ酩酊してる人にガムを食わすのは本当危険だから多分やめた方がいいんだけど、そうあの酩 <laughs> 酊しながらこう10円入れてガムガシャポンしてあんまーとかやるのが好きなんですわね。そうえー。 でも、このアイスクリームストッカーはほんとにほっとくとさ普通にもうえ修理に出せないんじゃないだよねなんかさ MD のプレイヤーがもう修理に出せないみたいな話をこの間してたからだから今こう稼働しているやつは相当大事にしたいしでもどこにあるの京都にはあるのかいえ い,いな京都京都に行きたいそうなんだでもこれはちょっと未来のフェチーですね。私まだ顔ってないけど大人になってからちょっとやってみたいはいありがとうございますえー、教えてある場所続いて大阪のハリウッドザ・コシッショウさんから頂きました<ん>小さく失笑で「ハリウッドザ・コシッショウ」「小笑い」 シシえー、スミペこんばん,はこんばんは私のフェチー瞬間はロングの女性が料理や何かの作業をするときにヘアゴムで髪を縛るのですがそのヘアゴムを口にくわえてから髪をまとめる瞬間ですありきたりなフェチーですがやっぱり王道でもこれはぐっときてしまいますスミペも王道の心を動かされる瞬間はありますか これフェチーが意義もあるフェ、フェ、フェチありフェチありフェチあり、フェチあり,チあり待ったフェ、フェチ待、ま、そのフェチ待った <laughs> あのねえ私はこう、字毛が長いですから髪よくまとめますよ、まあまあまあでもね、でもね、でもね待ってくださいよ口に加える必要って実はないねんなそう、だいたいえ、私はゴムを左手につけていますで、 こうやってさこれがま眉毛でしょ眉毛は欲しいで髪まとめるときにさこっちさやってさここから抽出すればわかるこうだいいかこ,、まあ、これがヘアゴムだとしようここにあるヘアゴムをこうずらしてここに持ってきてやればいいんですよごめんね <laughs> だからヘアゴムを口にくわえてから髪をまとめる瞬間を実は3次元で視認したことがないの。あの、あアーリアさんやってましたけれどもあでもねたまにメイクさんはなんか時々一瞬なんか口にくわえてる時ある気がするなんか手が両手塞がってる時それはいいですよね <laughs> それは正直それはやっぱ。 口にくわえるシリーズが嫌いな人います逆に考えてえ口に,くわ口にくわえるんですよ相当なさ、手のふさがり用じゃない王道の心を動かされる瞬間はいっぱいあるよ世の中には素晴らしいフェチがいっぱいあるじゃん王道のえ言うよどんどん言うよいやこれ気づいてないんだろうなっていうあの。 オフィスのレディのあのタイツがさ多分自分から四角になってているるとこだけ破れてる人見た時嬉しい <laughs> え、ちょっとここに穴開いちゃってるけどきっと気づいてないだろうなこれ気づいた時に「あ破れてるどうしよう」って言ってこっそり買い替えるんだろうなかわいい キキモモかなこれいだフェ <laughs> チーじゃなくてキモイだ <laughs> やだなやだなフェチーとキモイの線引きを気をつけないとこれただのキモイだわでも教えるほどでもないじゃない見ず知らずの人に対あいつは泣いてますよ <laughs> 言われたら嫌じゃんだからあのそこはそっとしておくんだけどいいよねそれからロングの女子が髪切る瞬間ね で髪切ってなんかイメチェンしまししたたみたいなしかもなんかさりげなく投稿してる時「あの髪切りましたすごいさっぱりしていい感じ!」っていうのもいいんだけどなんか「あの夏」だけ書いてロングだった子がバッサリショートのボブとかになってると。 何何何夏じゃないいいでしょ言いたいことは夏じゃなくて私の髪見てってなんで書かないのもうかわいいキモい <laughs> キモキモいっていうか今のキショイだねキショイそう私多分これフェチーじゃなくてキモイーとキショイだやばっつらえちょっと一個だけ清らかなやつ捻出したいお願いしますええ みんなに惹かれたくないえっとねえっとねえっとね熱い,熱い熱い熱いえっとねえっとね <laughs> <laughs> えっと <laughs> あのー、屋台で綿菓子ができる瞬間とかいいですよね綿菓子がくるくるくるって できたりする瞬間これもフェチでもなんでもないこれただの気持ちいい瞬間ですわダメだみんな上手じゃないえフェお願いです帰らないでください <laughs> 私のフェチ聞いててくださいお願いですえな,なんだったら清らかなちょうどいいフェチになるわけみんななんでこんないい塩梅を叩き出してるわけえそうねそうねあ えっと、<laughs> このカード出していいかえあの天気が悪い時に突然さ突風とか突風大嵐、ゲリラ豪雨とかであの傘がギャーってなっちゃってるけど傘ギャーってなってるのに諦めないでそのギャーの傘を一生懸命戻してまたギャーになる人。 これどうすかこ <laughs> これれセーフじゃないこれはさあの「頑張っている姿にキュンとする」だからキモくなくない <laughs> 許されたかなはあ怖え <laughs> ということではい私は私は無事にフェチを言うことができたでしょうかえー、以上フェチでした。 えー、今回の前が寝るまではここまでです。今日の放送は一言でまとめると、もうフェチーで私欲を挟みません。<laughs> すいませんでした。お前らいい夢見ろよ。そんなこんなで